奥多摩町ってあれでしょ、青梅ナンバーでしょ、ダセイロン。奥多摩町は。青梅ってなかったっけ？青梅ナンバーじゃねえの？奥多摩町って。そもそも。ボックスの際は分かんない何位置か。28号いらっしゃい。分かんない。ボックスの際は何位置か分かんない。青梅も八王子ナンバーなんだ。じゃあ変わらねえのか。でも俺あのタイミングで右に曲がったらおかしいと思うけどね。その話をした瞬間右曲がるんだよ、細い道に。バイク配信して誰かに遠くから見張ってもらって捕まえるのはできないですか？それ、まあ今日も話出たけど、リスナーさんの中で。出たけど、無理じゃね？俺の都合に合わせるわけないじゃん、みんな仕事してんだから。それをお願いするのもなと思ってるよ。怪しいと感じたら、だってそしたら配信できないじゃん、もう自分の企画配信が。目的があって配信してるからさ。どうなんだろうな。でもだよ、素直なこと言う、俺言っていいのかわからないけど、素直なところ言っていい？素直なところ。素直なところ。今日3人リアトツ来たんだよ。交番にいる間に3人来たの。リアトツね。まあ皆さん音声聞いたりとかしたりとか、映像は映ってるかわかんないけど、まあ音声聞いたりとかでわかると思うんですけど、3人リアトツ来たんですよ、僕は交番にいる間に。一番最後に来たのは達弘な。バイクを積むのに。放送上で来てくれて、ゆうさんこれどうこうでって言ってて、LINE のね、迎えに行きますよ。状況を分かってくれて、放送のコメント上から状況を分かってくれて、行きますよって言って、で、俺に LINE 来て、LINE でやり取りして、達弘は来てくれたわけだ。その後、その前にマックスさん。ね、暗黒リスナーのマックスさんだけど、マックスさんは放送上で、ゆうさん今から行きますよ。自分、知り合いとかいるんで、バイクのタイヤとか、朝方だったら交換してもらえるんで、それでやりますよっていうやり取りがあった中、大丈夫だよって、マックスに。連絡取って大丈夫だよって言って、あ、わかりましたって言って来てくれたんで、それで。一応何かあったらっていうことで。うん。来ましたって言って来てくれたわけよ。その前にもう一人来てんのよ。でも、そのリスナーさんは、そもそもそのリスナーさんは、まあ、金杯のリスナーさんのところではあるんだけど、元はね、金杯のリスナーなんだけど、そもそも俺の居場所なんてなんでわかんのかなと思ったんだよ。俺は。え？なんでここにいるんだっていうふうに思ったのが正直なところ。例えば、マックだったりとか、ね、マックさんだったりとか、マックさんだったりとか、達弘は、結局放送上でやり取りしたりとか、LINE でやり取りしてるじゃん。でしょ？うん。達弘に関しては、1時間くらいかかりますから、位置情報を送ってくださいって言うから、位置情報を送ってるし、マックさんやり取りしてるし、うん。その中で交番にいるよっていうやり取りをしてるし。でも、最初に来たリスナーさんは、場所もやり取りなんかしてないでしょ？直で交番来たからね。飲み物先、差し入れして。じゃ、わかんないよ。でもなんでわかんのかなと思って。つうか、そもそもすぐ来れんなんだよ。マックスさんはさ、浅草とかあそこら辺だろうからさ、品川とか多分あそこら辺なんだよ。だから別に遠くないと思うんだよ。達弘に関しては高速で来て1時間ぐらいでしょ。だっておかしくね？そもそも。そう思うのが当たり前じゃない？放送上でとか個人的にやりとりしてるんだったら分かるけど、突然来るでしょ？考えにくいと思うんだよね。わざわざ移動して、車だかバイクでちょっとどっちかできたか分かんねえけど、見てねえから。来るでしょ？なかなか来ねえんじゃねえか？お台場でしょ？しかも。だって俺バイクタイヤいたずらされてるから、あれ、交番に行くまでどれぐらいかかった？ちょ、わかんないけど。俺、バイクでいたずらされた、警察官が来た、そんで交番に移動した、どれぐらいかかった時間？時間が。
タスヒロでさえだってこっちに来るのに1時間でしょ、1時間ぐらいかかってるわけでしょ。でもその間俺が調べとかあるわけでしょ。タスヒロもマックスさんも俺のところに向かうっていう意思があるから来てるわけじゃん。しかも助けてくれるってことで、タスヒロ全然疑わないよ。疑わないでしょって。タスヒロだと遅かったもん。来てもらって悪いけど。まあちょうどいいぐらいの時間だったけどな。配信見て近くにいたから来たんじゃないですか。善意で来たリスナーさんを怪しむとか、俺会ったことあるんだよ、35。35、俺会ったことあるんだよ。だから、俺が金梅とランハゲをヘッドバットした時に、ね、俺もランハゲも金梅も八王子署に行ったんだよ。その時に八王子署に行った時に、夜、その人が金梅たちのこと心配で来たんだよ。で、ゆうかさんと俺が、調べ終わって、俺が出る時に、おゆうかさんって大丈夫ですかって、金ちゃんたちも悪いですけど許してあげてくださいよっていたんだよ。で、金梅たち迎えに来たんですかって、いや、金ちゃんたち心配だったんでって言ってたんだよ。ってことはだよ。ってことはなんだけど、まさか、じゃあ品川とか浅草とかの方に住んでて、金梅たちのところに来たの？それとも八王子近郊に住んでて、お台場に来たの？そう考える方が自然じゃない？俺会ったことあるんだもんだって。会ったことあるんだよ。ゆうかさん、覚えてますかって、俺は顔覚えてるからさ。普通に考えて。そんなもんだよ。だから不思議に思ったのは、なんでここにいるんだと思ったの。じゃあマックスさんは正直来る来ねえっていう話だったじゃん。だからマックスさんが来たところで別に何にも違和感なかったし、おお、マックスさんと思ったし、わざわざ来てくれあれだよねと思った。サジロはね、やり取りしてる中でね、こうやって来てくれるって言ってたから。決めつけでも何でもない。名誉毀損なんだったら名誉毀損でいいじゃん。22号。訴えれるなら訴えてみ。名誉毀損なんかネット上で通用してないから。簡単だよ、そんなもん。22号。やってみろよ、名誉毀損で。タスヒロがアンチに情報を売ってるって考えた方がよっぽど分かりやすいだろう。何の情報を売るの？ちっちゃい。たぬき22号。何の情報を売るの？聞きたいけど。達弘だってバイクを持ってきてくれた、ね、持って帰って、一緒に持って帰ってくれただけで、何の情報を売るのよ。何の情報もないじゃん。ニッカもいらっしゃい。ラスボスちゃんいらっしゃい。意味わからないな。山いらっしゃい。その考えは無理があるんじゃない？だって何の情報も持ってないじゃん。ネットで名誉毀損が通用しないなら香川にもごちゃごちゃ言うなよ。いや、22号違うんだって。お前の言ってる、お前は多分脳みそがバカだからわからないんだよ。消えて。22号ブロック入れるからな。お前はね、法律を知らなすぎる。な、知ったかこくな。な、俺のことをいろいろ言って名誉毀損で訴える、ね、訴える訴えないっていうのと、リスナーごときを名誉毀損、ね、ネット上でギャー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 言われたから、名誉毀損で訴えるって、リスナーごときは通用しないのよ。わかるかい？その金梅のリスナーさんの羽分かんない。分かんない。名前聞いてこない。今日もそうだけど、前に会った時もそうだけど、聞いてない。かっこやるし。分かんないよ。あくまで可能性的なものはあるよっていうだけ。だって不思議じゃね？別に放送で来る来ないっていう話もなってないし、突然いるんで、来るんだよ。んで、ポカレスレッドか。
ポカルス、ポカルスエットの、500ml を差し入れしてくれたんだけど、でもなんで俺いるんだと思ったもん。正直。思わね？いや、思わない？俺が、だってバイクかタイヤパンクされてることも知ってんだよ、だって。ユウさん大変でしたね。え、だからなんでいるんだと思うもん。マックスさんみたいに放送上で今から行きますよ、どうこうですよっていうやりとりが放送上であったりとか、タズイロみたいに、放送上であって、そんで俺に LINE が来てるっていう状況ならわかるんだけど、全くもってそういうやりとりがないのに、突然、ね、一人目の突者が警察、発出所にこうやって来て、ユウさん大変でしたね、タイヤどうこうでっていう。なんでわかるんだと思うもん。簡単に言えば。たまたまいるなんて考えられないでしょ。まず、だから引っかかるって言うんだよ。別にその人が犯人なんて言ってないよ、俺は。俺は疑問に思うよって言ってるだけだよ。疑問だろうよ、どう考えたって。犯人なんか別に言ってねえよ。見てねえんだからわかんねえだろ、俺。ただ、不思議だなと思う。それはどうだ。じゃあ、もしかしたら11号ね、コメントしてるかもしんないよ。ただ、コテアンメを聞いたことがないから、その人に2回会ったことあるけど、今回で2回会ったことあるけど、コテアンメを聞いたことないから分かんないだけかもしれないね。パンクは好意的にやられたパンクなんですか？好意以外何があんのよ。パンクっていうレベルじゃないからな。パンクじゃねえもん、あんな。ただ空気が抜けてますよとかどうこうでよっていう話じゃないから。知らない人は知らないかもしれないけど、前輪がこれ。これね、スタンドを下ろした状態ね。スタンドを下ろした状態。もうざっくり。見えるかな？シェビーいらっしゃい。まあ、これね、前輪が。んで、後輪ね。どれ？いや、横向きなんだけど。後輪が、なんだよ、これ。なんだよ。なんだよ、これ。あ、そっか。後輪がまずこれ。後輪な。後輪がこれと、これ。で、最初に気づいたのがこれなんだよ。最初に気づいたのはこれ。最初後輪見たのでこれだったんだけど、後から警察官が後輪のこっちを見つけたのよ。うん。で、マックスさんが来て、被害届を書いてるときに、警察がね、被害届を代筆してるときに、代筆、ね、警察官がパソコンで代筆してるときに、マックさんがバイク見てて、そんで、ユガさん、ここにもついてますよって言って、ここの見えるかな？ちょっと白いので、ちょっと光を反射しちゃってあれだけど、ここに見えるかな？ここのところに傷がついてる状態。まあ、これだけ確認してきたのは。で、一応ブレーキは確認した。ブレーキは確認したけど、押してるときに右も左もブレーキ効くし、アクセルも効いてるだ、あ、アクセルもエンジンつけてブルンブルンって最後やったので、タツイロもいたけどね、やったので問題はなかった。アクセルと、ブレーキに関しては。で、オイルも一応確認して、オイル開けて、で、汚れがあるかないかっていうのを確認したから、多分平気だと思うけど、で、ガソリンは、ガソリンタンク鍵かかってるから開けられないから。そう、前のフェンダー。